に閉めて、コクッとの上のところに穴がたくさん開いてるのが、あの木材が使われてるんですけど、あれはもともと虫で穴が開いてる虫食い材をわざわざここに持ってきてるんですよ。そうなんです。ということで、山の中にある木の上を見ているところに、こんな感じしますよね、山の中に。相思相愛でいて、ね、亡くなって、その後に、結婚と自然体として入ってくれないかって言われたんだけど、昔その、戦災になるためには、こういう形の人だと、一回どこかに養子に入って、それからみたいな順番があるらしいんですね。で、そういうのは面倒くさいから嫌だって言って、でも、一緒に住むことは別に嫌じゃないからって言って、で、吉田太郎さんっていう名前もここに、まあ、そういう意味では、一人で生きなるかもしれないんですよ。じゃあ、増田さんの方は何、おめかけ。おめかさん、うんうん、昔は、まあ、そうやって、覚えてたやつが多かったんですよね。あ、戦後のきちんとしてそうですね。これ本当に万札の頃の、要するに90歳の元気で。そう、なんかこう、なんていうのか、一本筋が通ってらっしゃるような感じ、だから90歳が元気。いやいや、山形とも非常に長い、85まで。だからまあ、最後はこの人にこう、ここに書いたんですけど、手を握っていろいろお世話になりましたって亡くなったというような、話もあるんですよ。で、最後までも本当に面倒見てもらって、という言われがあるけど、でもよくご存知で、マスターとか。で、これがね、そうです。で、これが、そうなんです。うわー、ね、ちょっと違いだ。新橋の。そうですね。
まだ真っ赤だしがすごいよく撮ります。よく、あ、船底天井がよく綺麗に映りますね。もみじも映りますね。あ、今人がいられないからちょうどいいですね。あの船底天井も昨日のお客さんは、あの母の実家にあったわ、懐かしいなんて言ってね、おっしゃってた方もいますよ。でこれなんてね、そうですね、この時点のね、映画がね、合ってますよね。なんかこの襖を見ていただきたいんですけど、これキラキラ光ってるのがわかります。はい、あそこにキラキラ光ってますね。これがあそこの、そう、あそこもそうなんですけど、雲母っていうあのダンボールを